はい、どうもこちら、渡辺です。今日はですね、2024年、もう7月もね、中旬を過ぎたということで、まぁ、ちょっとね、出遅れた感はあるんですけども、今年の上半期のベストバイということで、やっていきたいと思います。いやー、もう今年もですね、気づいたら半年以上過ぎておりまして、もう折り返しね、過ぎてる状態ですね。まぁ、これから夏真っ盛りというところですが、まぁ、すでにですね、今年いろんなガジェットを買ってます。その中でも特にですね、普段使いしていて定着していて、まあ、すごく使って良かったなと思ったものですね。このあたりをピックアップして今回は10個まとめて、ね、紹介していこうと思います。ということで2024年上半期のベストバイね、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今回はですね、まあ結構厳選してますので、まあいろんなねもの買ってますけども、まあ、各ジャンルの製品はですね、ある程度絞った上で紹介していきます。はい、ということでまず最初にね紹介していくのがですね、はい、じゃじゃんとこちらでございます。アンカーパワーバンク1万 mAh ですね。これはね、今年購入してマジで良かったです。これの 5000mAh のバージョンがですね、先に登場して、まあそれも買っているんですけども、まあやっぱりですね、1万 mAh のバージョンがあるんだったら、まあこっちだよねっていう感じで、まあ今ですね、持ち運んでるのはこっちになってます。で、まあこれはですね、何度か紹介している通りなんですけど、ケーブルが内蔵一体型になってますので、まあ、このケーブルをですね、接続して、まあ、スマホ、タブレット、カメラとかをですね、充電することができます。最高 30W の充電が可能。容量の、何パーセント残ってるのかっていうのは、パーセント表示で確認ができます。で、さらに、はい、プラグも一体型になってますので、パススルー充電もできますし、まあ、この本体をですね、充電するときに、まあ、壁コンセントにブスッと、プラグを接続して充電もできます。なので、どこでも気軽に充電ができるっていうところと、ケーブルを別で持ち運ばなくてもすぐに充電ができるっていう、まあこのね、二つがいいところかなと思ってます。まあ、これはですね、まあ、一個カバンに忍ばせておけば、いざという時にですね、結構助かる場面っていうのは多くなるんじゃないかなと思います。こちらが Amazon の通常価格、まあ、7990円ですね。まあ、今後しばらく持ち運ぶことになるですね、まあ、安定のモバイルバッテリーだと思います。はい、ではですね、上半期のベストバイですね、次紹介していくのが、こちらですね、これも結構普段使いしてます。最近のもう暑さがですね、半端ないぞということで、これハンディファンです。で、これ普通にですね、月間のベストバイに1回入れて紹介したことがあるんですけど、リズムっていうところのハンディファンですね。で、これ1秒長押しして起動されます。ね、こんな感じで。はい、起動できて、まずね、音結構静かです。今中くらい。今3段階目。3段階目だと、結構ね、音は拾ってると思います。4。4でこのぐらい。結構強いです、4だと。はい、っていう感じで、4段階の強さで、調整ができます。2くらいまでであれば、結構静かに使えます。で、まあ、ガチで暑くて、もうちょっと今すぐね、自分を冷却したいって時は、まあ、3とか4にしてあげてもいいと思います。で、これはですね、この角度のまず調整ができるので、まあ、このデスクとかにこう置いて、まあ、自分にこう向ける角度で調整ができるっていうところ、ここもいいですし、まあ、USB-C の充電式になってます。なので、モバイルバッテリーと組み合わせてもいいと思いますけど、まあ、外出先で、まあ、バッテリーもしなくなったっていう時もすぐ充電して使えます。で、あと、これ、カラビナついてます。なので、これ、バックパックとかにカチャッとですね、装着して持ち運ぶこともできます。まあ、この辺の利便性がすごく高いし、はい。底面にはですね、しっかりとこれ、滑り止めがついてますので、まあ、ここにもう、こうやって置いて、使うことがもう最初からね想定されてるってことですね。まあ非常にこの辺よくね考えられてると思います。まあ家の中で使うことはね基本的にないんですけど、まあ外出先とかですね、外出先でちょっと日陰に入った時とかに、まあ外に出た瞬間にもう汗だくになるので、ああもう汗やばいって時にですね、バーッとこう風を浴びてですね、まあちょっとね涼むことができるみたいな感じで使ってます。こちらも Amazon でね買ってまして、こちらが、あ、今もしかしたら在庫ないかもしれない。カラー違いではあるかな。これ売れすぎて在庫ないかもしれない。今在庫ないです。まあもしかしたら今後復活するかもしれないので、概要欄にリンクを貼っておきます。はい、ということで続きまして、上半期のベストバイということでね、こちらです。いや、また新しいケーブル出ましたね。これ CIO のケーブルなんですけども、これスパイラルケーブルっていうですね、まあ新しいケーブルになっています。
で、このタイプのこのマグネットが入ったケーブルっていうと、あのマグテームっていうねケーブルが、今年の前半に出てきて、非常に人気で一気にですね知名度が上がったと思います。でその後どんどんですね、こういったタイプのですねケーブルが増えてきました。で CIO のスパイラルケーブルはやっぱりですね半年ほどこの遅れて出てきたっていうところもあってですね、完成度が非常に高くて、まずこのケーブルが結構細めです。しかも軽いです。重量も一応お見せします。はい、すごいね、 46.1g ですね。結構軽めになってますっていう軽さでありながら PD240W、さらにデータ転送 480Mbps まで対応してますので、しっかりとこのスペックが高いですね USB-C ケーブルになってます。であとこれ形状記憶になっていて、グッとこう伸ばしますよね。で戻したいって時に、はい、見ててください。バッとすぐねこの元に戻るんですよね、はい、もちろんこのバッとねちゃんとこの伸ばして、しまうと、あ、でもすごい、ちゃんとこの形覚えてるわ。なんとなくこの形に戻ってくる感じありますね。大きさはちょっと違うにしても。っていうところで形状記憶がしっかりされてますので、最終的にこの丸いね形に戻すってこともしやすいと思います。もともとね、こちら1980円の商品となっています。コスパもね、非常に高いケーブルになっています。これもね、定番に入れそうです。はい、続きましてですね、上半期のベストバイということで、次はですね、購入したものっていうよりは、使い始めたサブスクですね。はい、もう契約して使ってるんですけども、はい、何度かですね、このスマホのトップのですねウィジェットにも出てると思いますが、これアスケンっていうですねアプリをですね、今年始めました。普通に自分で始めたっていうねアプリなんですけども、いやこれはね本当に始めてよかったです。今年の前半と比べて実は体重4キロ以上ですね落ちてます。これはですね何かっていうと、食べたものを記録していきましょうっていうアプリです。今日食べたものとかも全部ねこう記録しています。であと夕食と間食がちょっと残ってる感じですね。で摂取カロリーの目安がですね、この自分のこの体に合った目安が出てまして、自分は1日2160キロカロリー取れます。でこの中に収まるように、摂取カロリーを調整していきますというものですね。であとこの PFC バランスっていうところを見て、タンパク質と脂質と炭水化物のバランスをねしっかり見ていきましょうと、これらを意識することで、よりね健康的にね食生活を管理することができるというものになってます。でこれねしっかりと例えば間食で今ちょっとチョコ食べたんでチョコをですね入力していくんですけども、この一覧みたいなところがあって、そこにチョコってちょっと入力します。で検索でたくさん出てくる候補の中から、自分がよく、入力するもの上の方に来るので、はい、これで入力するよとっていう感じですね。要はですね市販の食べ物とかがデータベースにしっかり登録されるので、すぐ見つかります。なのでカロリーの計算もしやすいんですね。であとこの体の記録っていうところがあって、はい、これ体重グラフちょっと見ていただくと分かるんですけど、6ヶ月ぐらいにしようかな。これね3月に始めてます。今7月中旬なので、今4ヶ月ちょい経ってる感じですね。でも見てください、この体重のグラフ。このアプリに毎日記録はしてないんですけども、体重の管理自体は体重計の方にですね記録はしています。このアプリで入力するのはですね、変化があった時に入力してます。毎日ね変わるわけではないので。でもともと始めた時ですね80キロ以上あったんですよ体重それがですね今最新が 76.6 キロですね。で体脂肪も 19% 台に入りました。もともと20何%とかあったんですよ。23% 以上あったのか。なので体脂肪も 3% 以上下がったことになります。ということで、ここまで来ると何が起こるかっていうと、見た目の変化につながってくるんですね。はい、これ4ヶ月でだいぶ変わったと思うんですけども、顔がちょっとシュッとしてきたりとか、お腹周りがちょっとですね、スッキリしてきたりとか、筋肉量を、なるべくね、筋トレで落とさずに、トレーニングしながら、脂肪を落としていくっていう感じで最近頑張ってます。で、この習慣がちゃんとついたのが、まずきっかけがですね、このアスケンだったんですね。で詳しい話はですね、1本で動画に上げてます。2ヶ月前の動画で、上げてますので、それでね、詳しく語ってますが、マジでこれ、始めてよかったと思ってます。ちょっとね、今後もね、継続して使っていって、本当に体重の減り方はですね、すごい緩やかなので、一気に変わることはないんですけども、1ヶ月、2ヶ月単位で見ていくと、1キロ、2キロとかですね、ちょっとずつ落ちてる感じです。なので、本当に、半年以上前のね、自分のこの顔と比べると、だいぶこの顔がね、変わっているんですよね。すっきりしてきてるので、最近は結構コメントでも、最近ちょっと痩せてるみたいですけど、大丈夫ですかみたいな心配されることもあるんですけども、これはあくまで食べるものを管理して、この運動もね、適度に行うことで、健康的にちょっと体重を落としてるっていう感じです。はい、ということでですね、始めてよかったサブスクということで、アスケンですね、こちらをピックアップしました。はい、ではですね、続きまして、上半期のベストバイということで、こちらです。
今年ついにですね、メインのモニターを買い替えました。デルの、U4025QW というですね、ウルトラワイドモニターを、まあ、買い替えました。これがですね、本当に今買い替えてよかったですね。まあ、もともと使っていた U4021QW も、まあ、すごくですね、良かったです。まあ、解像度とかは一緒なので、まあ、作業の効率とかが変わるわけではないんですけども、やっぱりこのね、明るさの自動調整がついて、目の負担がですね、ちょっと減ったりとか、まあ、HDR に対応したりとか、モニターの手前側にですね、USB-C2 つと USB-A1 つの、まあ、端子をね、出すことができるところがついて、そこに自分はですね、SD カードリーダー挿してるんですね。なんで、モニターに直接 SD カードをブスッと挿して、まあ、データを転送できるようにしたりしているので、まあ、そこもすごく使いやすくなりました。だから、ぶっちゃけですね、USB のドッキングステーション、カルディジットの TS4 っていうね、ドッキングステーションをね、前に購入して使ってたんですけども、そちらもすでに手放してます。不要になりました。ということで、モニターにもうほぼドッキングステーションの機能が入ってるんですよ。で、あともう Mac にはですね、ケーブル1本つなげば、ね、そのドッキングステーション的な機能も使いつつ、Mac に給電もされて、で、さらに映像の出力もできるっていうことで、まあ、非常にですね、このモニターを使うことで、デスク周りのものを一つ減らすこともできたっていう感じです。で、解像度もやっぱり 5K、2K ということで、作業領域がめっちゃ広いので、まあ、特に動画編集とか、この横に移動する、まあ、タイムラインが、ね、広い作業とかをするときに、すごい重宝してます。まあ、自分はですね、デュアルモニターは使ってなくて、まあ、ウルトラワイドモニターで1台でですね、運用する形でもうずっと定着してます。これも購入した時の、ね、開封レビュー動画出てますので、よければチェックしてみてください。はい、では続きまして、上半期のベストバイということで、こちらです。はい。アップルホームポットですね。2台買いました。はい。これはですね、発売はもう1年以上前になるんですけど、今年になって購入したので、今回入れてます。で、一番最初にこれを購入した、理由はですね、プロジェクター用のスクリーンに、プロジェクターで映像を投影して、で、Apple TV を接続して、その音を出すように買いました。で、かなり実際満足してました。やっぱり空間オーディオに対応していて、まあ、かなりこの映画を見る時の立体感もあるし、迫力もかなりあるんですね。で、サウンドバーのタイプと違って、やっぱりね、物が小さいので、どこにでも気軽にね、置けるっていう、この機動力の高さも、すごくいいなと思ってます。ということで、まあ、音楽も聞くんですけど、基本的には、この映画とかですね、なんかコンテンツを見るとき用のスピーカーとしてですね、実は購入したんですけども、現在はどうなってるかっていうと、現在はですね、音楽用にまた戻ってます。まあ、映画用はですね、また別でね、ちょっとスピーカーを買いまして、それも後で登場するんですけども、そっちにちょっと置き換わってしまったので、現在はですね、ジム部屋に置いてトレーニングするときにこの部屋中に音楽をですね響かせるような感じで使ってます。音楽聴くときは Spotify から AirPlay で音楽を飛ばして、まあ、2台同時に鳴らすこともできるし、まあ、ホームポット以外にもAirPlay に対応しているスピーカーがあるとそれと組み合わせて使うこともできるので、まあ本当に家中とかですね部屋中とかに音楽を満たすような使い方ができて、もうめちゃめちゃテンション上がります。やっぱりこの運動するときってですねテンション上げるのがめっちゃ大事だったりするので、まあ本当にね結構好きな曲をね流しつつ、まあ、運動してトレーニングしてます。まあ、音質がいいのと Apple TV と組み合わせて映像コンテンツの音の再生にも使えるっていうところと、まあ、音楽視聴するときにですね、まあ、かなり迫力があって臨場感のあるサウンドで楽しめるっていうところですね。この辺がポイントです。はい、それではですね上半期のベストバイ、次はですねスマホです。じゃじゃんとこちらがやってきました。いやーこれ今年はエクスペリアねかなりいいですよ。今回はエクスペリア1マーク6になりまして、今年購入しました。で、これもずっと使ってるんですけども、正直なところ、ここ数年のエクスペリアシリーズの中で最も完成度高いんじゃないかなと思います。要はですね、この今回のエクスペリアが狙ったところですよね。普段使いしやすい、日常使いでストレスがないっていうところ、ここに本当に全振りしてるようなところがありまして、バッテリー持ちと、まあ、発熱の少なさと、普段使いが快適になる要素が、まあ、盛りだくさんです。このアスペクト比率の変更に関しても、まあ、日常のコンテンツがすごく見やすくなっています。で、あとね、デザイン的にも、やっぱりこのエクスペリアらしいですね。フラットでスリムで、このスタイリッシュなデザインは非常にかっこいいと思います。まあ一部ですね、その他のハイエンドスマホに劣るところで言うと、まあ、AI 機能がちょっとですね、あんまり充実はしてないっていうところですね。で、あとは、カメラ機能ですね。まあカメラはね、十分強いは強いんですけど、やっぱりね、この後ちょっと紹
紹介するんですけど、まあ、さらにカメラが圧倒的に強いスマホとかもあるので、まあ、望遠カメラのあたりはちょっとですね満足度はそんなに高くはないんですけど、まあ、メインのカメラ1倍2倍このあたりはですね結構ね満足して使っています。であとはエクスペリアといったらこの 3.5 ミリのヘッドホン端子があったりとか、ワイヤレスの接続もアプト X ロスレスとかですね、 LEO では LC3 も対応してますし、 LDAC も対応してますし、まあ、ワイヤレスイヤホンの選択肢の幅が広がるというところも魅力的です。ということで、今年の、まあ、上半期のベストバイということで、エクスペリア1マーク6は今回もね、ベストバイ入りでした。はい、ではですね、ベスト3に入ってきました。ベスト3ということで、次第3位ですね。はい、じゃーんと、こちらでございます。スッと、こちらですね。Xiaomi 14 Ultra です。こちらがですね、今年の上半期のベストバイ第3位です。これがですね、一番最初に登場した時に、あの、香港版ですね、珍しく海外版をね、購入したんですね。なぜかというと、まあ、技適が入っていたから、いち早く買いたくなるくらい、まあ、ものすごい、まあ、いい特徴があったんですね。ライカのカメラが入ってまして、あの、超広角、広角、望遠という形で4つのカメラが入ってます。で、そのすべてのカメラが50メガピクセルっていうですね、まあ、解像度が高いカメラになっています。まあ、そのおかげもあって、撮影するまあ、写真はどのカメラを使ってもですね非常に解像感が高いですし、あの望遠カメラも結構ですね寄れるし、暗所にもねある程度強いし、背景も結構ボケるんですよね。まあ、望遠が特にめちゃくちゃ完成度高いです。でさらに、カメラで言うと、まあ、ポートレートモードの優秀さとかも半端じゃないので、あかなり自然にですね、背景をぼかした撮影なんかもできます。でその他にもやっぱりビデオですね、動画撮影しようかなっていう時なんかも、まあ、かなり綺麗な動画撮影ができます。で解像度もですね、まあ、8K まで最高選べますし、 4K でもちろん撮れます。でフレームレートもこんな感じで最高 120fps まで選択が可能です。まあ、グリッド線なんかもですね入れることができるので、まあ、撮影する時の失敗も少ないですね。であとはデジタルズームなんかもめちゃくちゃ強いので、まあ、例えばですねこれ最高5倍カメラなんですけど、10倍とかですね20倍30倍とかにしていってもかなりですね完成度は高い望遠カメラになってます。望遠の精度としては、あの、正直ギャラクシー超えてます。まあ、かなり綺麗な望遠ができるので、まあ、ちょっとスマホで結構遠くのものとかも撮りたいなっていう方も、まあ、結構使えるカメラになってます。はい。まあ、やっぱりね、Xiaomi 14 Ultra がですね、あの、魅力的なのはカメラなんですね。で、カメラ以外の部分も、まあ、悪くはなくてですね、性能的には、あの、Snapdragon 8 Gen 3入っている、まあ、今年のフラッグシップが入ってますし、急速充電では 90W に対応していて、めっちゃ爆速の充電ができるし、あの、ワイヤレス充電ももちろん対応してます。あと、背面もすごいかっこいいですよね。オーディオコーデックに関しても、AptX Adaptive とか LDAC に対応してますので、ワイヤレスイヤホンの選択肢も幅広い。で、こうサイドバーみたいな機能もありますので、ここにショートカットを登録することもできます。でまあ、唯一ね、気になる点としては、やっぱりディスプレイがね、あの、エッジ加工入ってますので、フラットじゃないんですよ。まあ、そのおかげで、今ですね、一応フィルム貼ってるんですけども、この際のところまでしっかりとですね、保護するフィルムを今貼れてないです。保護できるフィルムもあるにはあるんですけど、まあ、ちょっと他のデメリットがなかなか多くてですね、何枚もフィルム買って、まあ、外してみたいなことを繰り返してて、今一応ね、落ち着いてるのはね、この際のところまで保護できないんですけど、まあ、手触りは良好な、フィルムですね。ガラスじゃない、普通のフィルム貼ってます。ということで気になる点としてはディスプレイなんですけど、まあ、それ以外の部分は特にカメラがですね、非常に気に入ってますので、まあ、このカメラだけでも本当にまあ使う価値ありというか、カメラのために持ち運ぶっていうのも全然ありなくらいですね、完成度が高いと思います。はい、っていう感じで Xiaomi 14 Ultra ですね、今年の上半期のベストバイ第3位でした。はい、では続きましてですね、上半期のベストバイ第2位ということでこちらです。はい、こちらがですね、ソニーのホームシアターシステムの、ブラビアシアタークワッドっていうですね、まあ、要は HT-A9 Mark II になります。でこれを今年ですね購入しました。このスピーカーはですね、要は4つのスピーカーを、部屋に配置してファントムスピーカーをたくさん生み出すんですね。要は天井とか壁の反射を使って天井にもう仮想的なスピーカーを生み出すんですね。でそしてですね、天井とかこの後ろ方向とかですね、いろんなところから仮想的なスピーカーが配置されて音が降り注ぐような感じになりますので、本当に部屋中が音に満たされるような感覚になります。でその迫力がもう半端じゃないですね、やっぱり。で、低音の迫力とかもねかなりあります。サブウーファーなしでも正直結構迫力ありますので、今プロジェクターのスクリーンとですねプロジェクターと組み合わせながら使ってますけど もう本当にもう劇場並みの迫力って言ってもいいぐらいですね、あの大迫力で、まあ、コンテンツを楽しむことができてます。
最近だとですね、ネットフリックスで配信になったあのスラムダンクの映画ですね、あれを見たんですけど、まあ、スラムダンクの映画って、まあ、やっぱりバスケットボールのね作品なんですけど、その運動してる時のこの体育館のあのリアルな空気感とか、あとこのシューズがですね、キュッキュッとですね、擦れる音みたいな、この足音とか、あとボールのこの跳ねる音とか、まあそういったものがめっちゃもうどこにいるのかわかるレベルで、本当にリアルに聞こえます。体育館で試合見てるような、ね、感じになるような、リアル感がね、めっちゃあるんですね。っていうところで、マジでですね、このプロジェクターで映画見るっていうのがもう最近習慣になっていて、まあ週1本ぐらいはですね、見てる感じですね。Netflix とか Unext の、まあ、作品を、見てます、はい。最近はあとはですね、マッドマックスフィリオサですね。あれが今 Unext の方で配信になったので、そちらを見たんですけども、あれはもうアクションがすごくて大迫力っていう感じでしたね。まあコンテンツによってそのね、楽しみ方も、ね、どんどん変わってくるっていう感じです。ライブ映像とか見たら、ライブに行ってる感覚になりますし、やっぱりこの体験がすごいいいですね。まあちょっとさすがにね、なかなか金額が高いスピーカーではあるんですけども、得られるリターンとか、この満足感っていうところは非常に高いと思ってます。はい、それでは、今年の上半期のベストバイ第1位ということで、はい、第1位こちらでした。Apple Vision Pro ですね。いや、本当にこの、やっぱりね、このガジェットの中でも、まあ、いろんなコンテンツを体験できるものに結構ですね、やっぱりロマンを感じまして、Vision Pro もやっぱりそれに該当してきて、体験型で、まあ、アトラクション的にすごい楽しい要素もあるし、それ以外にも、やっぱり仕事で普通に使えるっていうですね、まあ、この2点ですね。まあ、先日出張に実は持っていきまして、まあ、その時の様子も別でちょっと動画を撮ってるんですけど、まあMacBook Pro にですね、接続すると、まあ、本当にこの大きい画面でですね、しかも解像感も高いディスプレイを目の前に出して作業できるんですね。で、この段階で、例えばその大きさのモニターを出張先に持っていくっていうのはもう現実的に無理なので、まあ、このサイズで、まあ、普通にこの持っていけるギリギリのこのサイズ感だと思いますけど、まあ、このサイズであれだけの大きい画面を出して、まあ、実用的にちゃんと使えることが、分かったというところで、まあ、自分の中でも、ね、買ってよかったなっていう思いが強くなってきました。あとはですね、やっぱり映画見るのとかもすごい好きなので、時間がちょっとある時ですね、特にこの出張先のホテルとかで、夜にちょっと時間余ったとか、そういう時にアニメ一本見るかとか映画一本見るかみたいな感じで、ちょっと時間潰したいタイミングってね、あると思うんですけど、まあ、そういう時にですね、使ってあげると、その旅先のちょっと余った時間がめちゃくちゃですね、はかどります。まあ、正直なところ、まあ、自宅でですね、毎日使うことはね、ないと思ってます。ただ、どこかに行くときですね、特に一人で出張に行くときとかには、まあ、持っていくと出張先での仕事がはかどるので、これからもねちょっと使っていきたいなと思います。まあ、自宅の作業だと、まあ、さっきのデルのウルトラワイドモニターで接続して、まあ、ヘッドホンで作業した方が効率が全然いいので、まあ、普段はそこで作業することが多いと思いますが、まあ、自宅の中でもちょっと気分転換でですね、1階のリビングでちょっと作業しようかなとか、違う場所で作業しようかなっていうときに、使うことはあるかなっていう感じです。まあ細かい話に関しては、ちょっとこれからですね、出張先で使ってどうだったかっていうですね、話を出す予定なので、そちらでぜひね、チェックしていただければと思います。はい、ということで、今回ですね、2024年上半期のベストバイということで、買ってよかったものですね、ずらっと、お伝えしてきました。まあちょっとね、後半はですね、なかなか高めのものも多かったんですけども、前半にね、結構充電器とか、ハンディファンとかケーブルとかですね、コスパがいい製品も、まとめてみました。で、2024年の後半戦がね、すでにスタートしてますが、これからもですね、かなり盛り上がる製品が、ね、たくさん出てくるんじゃないかと思います。まあ、後半といえば、まあ、Galaxy も出ますし、まあ、iPhone とかもですね、おそらく出てくると思いますので、まあ、今年後半のガジェットも、ね、何が出てくるのか、ね、楽しみですね。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。